イーサーパッドはウェブベースのコラボレーション型リアルタイムウェディタであり、オープンソースソフトウェアである。複数人でテキストを同時に編集することが可能であり、各々の,の,の編集した部分を対応する色で示すことが可能である。またサイドバーにはチャット機能が存在し、コミュニケーションを取りながらテキストを編集することが可能となっている。2008年にプロプライエタリソフトウェアとして、 発売されたが、2009年12月に Google によって買収され、アパッチライセンス化のオープンソースソフトウェアとなった。2020年現在は Etherpad Foundation が開発を行っている。すべてのユーザーが Pad と呼称されるドキュメントを作成可能であり、これをそれぞれの Pad に固有に割り当てられる URL を通して他のユーザーも同時に編集することが可能である。 すなわちそのパッドの URL を知っているものであれば、誰でもそのパッドにアクセスし編集することが可能であるが、パスワードを用いて意図しないユーザーによるアクセスを防ぐことも可能である。変更のマージについては操作変換によって行われる。イーサーパッドは一定の短い間隔でドキュメントを自動的に保存するが、編集に参加したユーザーは特定の保存された状態を 各々のデバイスに保存することが可能である。また、タイムスライダーを用いることによって参加したすべてのユーザーは過去にどのような編集を行われたかを閲覧することが可能である。このようにして作成されたドキュメントは、プレンテキスト HTML、オープンドキュメントオフィスオープン XML、PDF などのフォーマットで保存することが可能である。e ーサ e パ p a d は アップジェットプラットフォーム上に構築されており、コメットによって共同作業機能が実装されている。2008年11月19日に、デビット・グリーンスパン・アーロン・イワ・ JD ・ザンフィレス級によって etherpad.com 上において公開された。彼らのうちデビット・グリーンスパンを除く人物は、Google の従業員であった。その後、 元 Google 従業員のダニエル・クレメンスとデザイナーのデビッド・コールが参加した。同年11月21日にはスラッシュドットにおいて紹介された。このため多数のアクセスを受け、サイトが著しく低速となってしまった。イーサーパッドはアクセス状況が改善するまでの間、クローズドベータ版に戻すことによって新規パッドを作成できないように制限を加えたが、 既存のパッドに対しては特に制限を行わなかった。ソフトウェアの書き換えが完了した後、2009年1月29日には新バージョンが公開され、同年2月3日には再び誰にでも使用可能となった。Google ウェーブが発表された際、e t サ e r p a d 開発チームは e t サ e r p a d が持つ機能はシンプルであるため e t サ e r p a d の方が便利であると発表した。 しかしながら2009年12月4日に Google Wave への統合のため Google に買収され Etherpad ユーザーに対しては Google Wave への招待状が送られた Google は2009年12月17日に Etherpad のソースコードを a p a c h e ライセンス2.0において公開したこれに伴ってヤスミンがライセンスの関係上排除されたオープンソースで公開されたため 多くの人々が e t サ e r p a d サーバーを立ち上げた。このように e t サ e r p a d をインストールした人々がフレノードの e t サ e r p a d チャンネルにおいてミーティングを行った後 e t サ e r p a d ファンデーションを立ち上げた。この組織は2020年現在も開発を行っている。e t サ e r p a d イトはオリジナルの e t サ e r p a d が Java と Scarla を用いて構築されていたのに対して JavaScript と Node.js を用いて書き直されたソフトウェアである。しかし、オリジナルの同期ライブラリーである EasySync はそのまま利用されている。Etherpad Lite は以下のオリジナルには存在しなかった機能を備えている。また l a t e x や Markdown 出力に対応したほか、translatewiki.net においてローカライズが行われている。 ありがとうございます。